ある夜、偶然マンションの入り口で一緒になったガリガリでふらついている女性は僕の隣の部屋の住人だった。食事を抜いているのはダイエットではなく節約のためだと言っていた。数年後、彼女が僕の妻になり、ちょっとぽっちゃりした体型になるなんてこの時は全く想像もしていなかった。僕が住んでいたマンションは家賃が手頃だが、エレベーターがなく、僕は4階の最上階に住んでいた。ある時、マンションの入り口で偶然一緒になり、一緒に階段を上ることになった彼女。彼女は若いのに、1階分の階段で息切れし、はぁはぁと言い出した。階段を上る足取りはかなり重く、後ろに倒れて階段から転げ落ちるのではないかと心配になった。その様子を見て、僕は彼女の体調が悪いのではと思い、もしかして体調が悪いんですか?と声をかけた。彼女は、いいえ、ちょっとめまいがしただけで、と答えた。顔色も悪く、痩せている彼女は貧血かもしれないと思った。彼女が4階に住んでいると知り、僕は荷物を持ち、もし倒れたら助けられるように一緒に登った。貧血の症状じゃないですか?と余計なお世話かもしれないが聞いてみた。若い女性によくある過度なダイエットが原因ではないかと考えたからだ。彼女は、そうかもしれません、と答えた。普段からおせっかいな僕は、もしかしてダイエットで食事を抜いてるんじゃないですか?人はエネルギーを摂取しないと体が重く感じて、だるさや疲労感が残り元気が出ないものです。栄養をちゃんと取らないと活発に活動できないんですよ、と余計なことを言ってしまった。食品メーカーで研究している僕は栄養学にも興味があり、つい口出しをしてしまったのだ。しかし女性の返答は意外だった。いえ、ダイエットではなくて節約のために食事を抜いているんです、と言った。こんな時代に節約のために食事を抜くなんて、私は本当に驚いた。最後に食べたのはいつですか?好奇心からさらに聞いてしまった。今朝、残っていたロールパンを少し食べました、と彼女は言った。今朝?もう夜の9時ですよ?驚いた僕の声が裏返ると、ちょうど4階に着いた。そしてその女性は僕の隣人だった。一人暮らしを始めてから料理にハマっていた僕は、料理が唯一の趣味だった。実家からはたくさんの野菜や食材が送られてきた。僕は休日に作り置きをしていた。とりあえず彼女に何か食べさせなければと思い、冷蔵庫の作り置きを持って行って驚く隣人に無理やり渡した。数年後、この隣人が僕の妻になることになるのだが、ここからは彼女を妻として話を続けていこうと思う。翌日、僕が会社に行こうとした時、綺麗に洗ったタッパーとお礼のメッセージが入った袋が僕の部屋のドアノブにかけられていた。昨日は変わった女性だと思ったけど、意外ときちんとしているんだ。そう気づいた僕は、彼女の極端な節約にはきっと何か理由があると思った。それから僕は自分の夕食を作るとき、彼女の分も少し多めに作って隣に持っていくようになった。なぜそこまでしたのか、正直僕自身もよくわからないが、なんとなく気になってしまったのだ。妻はその度に丁寧にお礼を言い、いつも玄関先でおかずを受け取ってすぐに帰っていたが、5回目に私に言ったとき、もしよければここで一緒に夕食を食べませんか?今日はちょっと贅沢してスーパーのシュークリームを買ってきました。実はあなたの分も用意していて、後でお持ちしようと思っていたんです。と彼女が言った。僕は甘えて、さらにたくさんの作り置きのおかずを持ってきて、彼女の部屋に入った。彼女もおかずを作り、ご飯を炊いていた。部屋はシンプルだったが、綺麗に片付けられていた。僕たちは一緒にご飯を食べ、その後デザートのシュークリームも楽しんだ。とても美味しく感じた。
誰かと夕食以外の場所でご飯を食べるのは何年ぶりだろうか。実家に帰っていなかった僕には思い出せないほど昔のことのように感じた。彼女がとても美味しそうにご飯を食べるので僕は嬉しかった。世の中の親たちが子供が食べる姿を見るのが好きだという気持ちが理解できた。そこで僕は気になっていたことを尋ねた。どうしてそんなに節約しているんですか？そんな質問に彼女はこんな話を始めた。彼女は個人経営の飲食店で働いていたが、客足が減り、その店が閉店してしまったらしい。別の正社員になれる職場を探したが、なかなか見つからなかったとのこと。それでも彼女は失業保険がすぐにもらえるだろうと、自分に合う職場をじっくり探そうと考えていた。しかし実際に手当が振り込まれるのは申請から1ヶ月後だということが分かったのだ。そんな折、冷蔵庫と炊飯器が故障し、やむを得ずわずかな貯金から新しい冷蔵庫と炊飯器を購入した。これまでの給料は家賃や生活費にほとんど消えてしまい、貯金もほんの少ししかなかったという。正直現在お金がない状況だと語る彼女。両親に頼れないのかと尋ねると、東京に出てくることに反対されたけど、それを押し切って出てきたからお金を借りたくないと言った。確かに就職後に親にお金を貸してほしいと頼むのは難しいだろう。面接の交通費もそれなりにかかるので、節約できるのは食費だけだったため一日一食にしたらしい。彼女はさっぱりとそう話し、アルバイトをしながら就活することに決めたと笑った。大丈夫だよ、食事は僕が作って持っていくからね、と僕は言った。実はあなたの料理がプロ級に美味しくて、あなたがおかずを届けてくれるようになってから 1.5 キロ太っちゃったんです、と肩をすくめて笑う彼女。確かに顔色も良くなっていると感じた。彼女が笑っている顔が可愛く、僕の心臓が高鳴るのを感じた。彼女が料理が美味しいと言ってくれたことも嬉しかった。こうして僕はますます料理の研究に励むようになった。クックパッドの有料会員にも加入した。料理が前よりもっと好きになり、同時に彼女のことも好きになってしまった。彼女は真面目で明るく甘え上手なところもあった。彼女のためにもっとできることはないだろうかとその夜は考えていた。それからしばらく経ったある日、彼女がもう一度お礼がしたいと言ってきた。チケットや手配は私がするので、休日に一緒に出かけませんか？という誘いだった。彼女のことが好きになっていた僕には断る理由などなかった。私が訪れてみたい場所なんですが、水族館とプラネタリウムはどうでしょう？と彼女が尋ねてきた。もちろん断る理由など存在しない。実際水の生き物は子供の頃から大好きだった。そして当日、彼女が事前にチケットを手配してくれていたおかげで、スムーズに水族館に入場できた。彼女は就活をしながらカフェでアルバイトを始めたそうで、その収入で今日はおごってくれるとのことだった。水族館で空中を飛んでいるかのようなペンギンの演出に感動した。都会の水族館も素晴らしいなと思った。その後、プラネタリウムにも足を運んだ。プラネタリウムは子供の頃以来だったが、大人になってから見ると思わぬ感慨があった。迫力があり、星空に吸い込まれそうな気分になった。都会の喧騒からは離れていたが、その日は貴重な体験をしたと思う。こんなに楽しいのは彼女がいるからかもしれないとも考えた。僕にとってはまさにデートだった。彼女と手をつなぎそうになるほど楽しかった。そしてこのデートで彼女にさらに惹かれるようになり、一緒にいるだけでとても楽しく幸せだった。彼女はアルバイトも始めたので、おかずはもう大丈夫だと言ったが、僕は彼女とのつながりを少しでも持ち続けたくて、その後も週2回はおかずを届けることにした。逆に彼女がおかずやお菓子を作った時は、
僕の家に来てお裾分けをしてくれるようになった。そんなやりとりを楽しんでいた。しかしある時、僕の仕事が非常に忙しくなってしまった。彼女が訪ねてきても僕がまだ帰宅していなかったり、僕が料理をする回数が大幅に減ってしまった。ある日仕事から帰宅すると、ドアノブに嫁子の手作りきんぴらごぼうが入ったタッパーと、最近お忙しいみたいですね、ちょっと寂しい気持ちです、ハートと、ハート付きのメッセージが入った袋がかけられていた。疲れが一気に吹き飛ぶほど嬉しくなり、夜の10時過ぎだったが、彼女の家に向かいチャイムを鳴らした。嫁子は笑顔でドアを開け、僕は思わず、僕と付き合ってくれる？と言ってしまった。そんな風にして私たちは交際を始め、すぐにお互いの家で食事を共にするようになり、やがて半同棲のような関係に発展した。嫁子と一緒に過ごす生活が始まってから、仕事にも張りが出て毎日が楽しく感じていた。一方嫁子は就活が実り、ホテルのブライダルスタッフとして正社員になった。僕の仕事でも昇進があり、双方の状況が安定した頃に、通勤に便利な駅近のマンションに引っ越し同棲を始めた。それから僕たちの交際は順調に進み、一緒に暮らして2年が経った頃、僕からプロポーズをした。僕と一生一緒にいてくれる？という単純な言葉だったが、嫁子は涙を流して喜んでくれた。相変わらず僕の趣味は料理で、仕事が忙しくても週末の食事担当は僕だ。僕の作った料理をいつも美味しそうに食べる嫁子。出会った当初は一日一食の生活で痩せていたが、今は僕の料理のおかげでぽっちゃりとした可愛らしい奥さんになっている。嫁子は鏡に映る自分の姿を見るたびにダイエットをしようと言っているが、僕はこのくらいがちょうどいいと思っている。嫁子からは幸せそうなオーラが溢れていて、何より健康的でとても魅力的だ。丸みを帯びた嫁子を見るのが私の幸せである。来年には僕たちの赤ちゃんが誕生する予定だ。子供にどのような料理を作ってあげようか今からワクワクしている。最後まで読んでくださりありがとうございます。皆さんも大切な思い出があるなら、ぜひたくさんシェアしてください。